ロゴセンターのミッチーです。本日はリノベーション物件3選をご紹介させていきます。ではレッツゴー。まずは円座にある物件です。円座町は高松駅から車で約30分ほどです。ではオープンザドア。キッチンで右に見える壁は後で取り付けられたものです。上から光が入ってきていい感じですね。またこちらの LDK はもともと2つの部屋だったんですけど、統一されて19畳の広々としたお部屋になっています。そしてこちらはワークテーブル、パソコンなんかを置いて作業できますね。こちらの壁紙はオーバータイルというからでいい感じです。さらに Let's check outside。 南向きでいい感じですね。こちらの物件は2つ他にお部屋があるんですけど、こちらはもともと和室だったのを洋室にチェンジ。モダンな雰囲気でいい感じです。さらにシステムキッチンも追加されています。収納もたっぷりプラスホース付きで掃除も楽々 So easy。 さらに串カスコンロ付き、ファミリータイプも嬉しいですね。こちらは番町にある物件です。香川大学またはスーパーマーケットの付近になります。では Let's check inside。 中を見てみましょう。中に入ってみるとナチュラルなテイストで木のぬくもりを感じられます。さらにコンクリートもマッチしてますね。サイドにはシェルフがついてますので、ディスプレイとして使用したりいろんな用途で使えそうです。さらにキッチン、こちらもミニマムでいい感じですね。こちらはたっぷり入ってそうなクローゼット、そして洗面台、そしてお風呂、さらにトイレもナチュラルなテイストが統一されてます。次は立林町の物件です。こちらはネイビーなテイストでおしゃれですね。 So stylish。 他にもたくさん物件を紹介してますので、ぜひクラスをご覧ください。皆さんいかがでしたか？詳細は概要欄からご確認ください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは See you soon!